レーシングスーツは、タイムを競う、各種運動競技の競技者が着用する衣服である。詳しくは、各競技別の記事を参照のこと。スキー競技用のもの、スピードスケート用の、ものそり競技用のもの、陸上競技用のもの、モータースポーツ用のもの、本校で記す。自動車ラリー用のレーシングスーツ、モータースポーツ用の、レーシングスーツは、アクシデントに対応するための特殊な機能を持っている。 モータースポーツの種別によって想定されるアクシデントが異なるため様々なものがある。つなぎとも呼ばれる。特に革製のものは革つなぎと呼ばれ、四輪車用はドライビングスーツ、二輪車用はライディングスーツとも呼ばれる。またスカイスポーツ用は通常パイロットスーツと呼ばれる。四輪車によるモータースポーツでは事故時にドライバーや小ドライバーが 車室に閉じ込められたまま火災に遭う危険性が最重視されており、耐火性素材が用いられる。また、選手を外部から車外に引っ張り出せるようにするため、肩部分と腰部分には取っ手になる丈夫なフラップが付けられている。レーシングカート用や全地形対応車用のものは、体が剥き出しとなっており、車から飛ばされ、路面に叩きつけられたりする恐れがあるため、 比較性など強い摩擦に耐えられる素材による、つなぎ服と脊髄などを守るプロテクターが内蔵されているものが用いられる。二輪車によるモータースポーツでは、事故時にライダーがオートバイから飛ばされ、路面に叩きつけられるという危険性が最重視されており、衝撃を受け止め、ライダーの体を守ることが目的となる。ロードレースなどでは、 比較性など強い摩擦にも耐えられる素材による上下が一体となったつなぎ服と脊髄などを守るプロテクターが用いられるのが通例である。モトクロスやトライアルでは肘、膝など転倒した際に衝撃を受けやすい場所にプロテクターを仕込んだ服が用いられる。ありがとうございます。